回こちら愛知県稲沢市というところにやってきました。はい、はい、ご存知だと思うんですけど裸祭りで有名ですね。知らないですよ。知らないですよ裸祭りって。でもすごく有名ですよ。その有名本当ですか。見てみます。すげえなこれ、ね、裸のなんか騎馬戦みたいのなんですか。全裸の男の人が一人だけいて、うん、その人を触ると幸せになれる。やばい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 っすよ。いやいや伝統の当たり前かもしれないけど。ここが今町おこしをやっておりまして、はい、じゃん、はい、超かっこいい町おこしグルメを調査せよ。超かっこいいグルメってなんだろう。実はご当地アイドルの方が担当してるその町を。なるほど。あ、なんか当てたんじゃないのお前。大丈夫、当てたんじゃないの大丈夫。気をつけろ。東海地方の謎グルメを大調査。今回の舞台は愛知県稲沢市。ゆうちこうじの解決迷宮グルメ。国府宮の裸祭りで有名な稲沢市に去年新たな名物が誕生。それが超かっこいい町おこしグルメ。こちらカフェリエッコさんです。リエッコ、おしゃれですね。店構えはまずかっこいいですけど、ね、おしゃれでね。ちょっとねご店主は裸の可能性ありますか。裸の可能性あるんですか。俺はそれ触りに行かなきゃいけないですよね。いやそうやろ。お邪魔いたします。よろしくお願いします。お願いします。店かっこいい。かっこいい。裸なんじゃないかって不安でちょっと裸祭りが有名って聞いたもんですから。逆に裸で来るかと思いました。なんでだよ。俺らがですか。切り返しかっこよかったね今ね。店内のかっこいいのとかではないんだろうな。店内すごいおしゃれでかっこいいんですけど、こちらじゃ失礼します。店長さん、サッカーの大久保さんに似てるって言われますか。いや、言われたことないですね。似てると思うけど、ちょっと堀岡さん。大久保さん、まあまあ、ね、堀岡から小野伸二さんって言われてたんですけど。小野伸二、あ、ねえ、小野伸二さんだ。果たして、料理界のファンタジスタが作る町おこしグルメとは。何この量、はい、失礼します。すごい。なんだこれ、なんですか。なんだこれ、芝生みてぇな食べ物出てきましたね。うわ、なんですかこれ。大葉っすかこれ。めちゃくちゃ乗ってる。匂いかっけ。わあ、ケーキまで、デザートまでおしゃれ。これのどこかに、はい、稲沢市のご当地グルメがありますので、ぜひ当ててみてください。んと、ここで早速ヒント。超かっこいい町おこしグルメっていうのはもうキャッチフレーズがかっこいいので。キャッチフレーズ、はい、ちょっとそれも考えながら。んキャッチコピーって例えば何。いい人いいこと次々栃木みたいな、うん、栃木はそういうキャッチコピーいろいろある、うん、あでもそういうイメージで合ってます。これでも大葉だろうな絶対な。大葉これの量だね。うめえだろ。うん、これ絶対うまい。パスタが薬味みたいですね。うまい。うまい。おいしい。すんごい大葉。なんだろう。わかった。大葉が容量オーバーパスタ。うまいねおい。ちょっと。え、違う。これマジ当たったと思ったんですか。どうですか。容量オーバーのオーバーってことね。愛知県が全国生産量1位ということで大葉なんですが、こちらは当店の看板メニューで稲沢のご当地グルメではないんです。なんだずっとこれで待って、はい、ヒントはこちら。これ、はい、デザートもでもこれソースもちゃんとかかってて横になんか添えられてますよ。なんかちょっとエスニックな感じの香料を感じますよ。そうですね、香辛料、はい、みんな大好きな国民食カレー。焦んな。その後何か言おうとしてたろ。お前いつも焦んなよ。いつも何か言おうとしてたら食い気味に来るだろ。何この当て方。福田くんどんまい。稲沢市の町おこしグルメはカレースパイスを使ったグルメ。実はオリエンタルカレーの本社が稲沢市にあるご縁でカレーで街を盛り上げようという流れに。3つのルールを守れば発想は自由。さまざまなジャンルの料理人が腕を振るい今や40店舗が参加。こちらはカレースパイスを使った斬新なモンブラン。そしてここからが謎解き。カレーにちなんだ超かっこいいキャッチフレーズは。果たして、マシコは正解か、笑いか、どっちを取る？カレーなるデザートの街、稲沢。
惜しいですね。なんだよ今正解の目しましたよね。はい、ちょっとあまりにも惜しかったんで正解はこちらですね。華麗なる町稲沢。あ、華麗なる町稲沢、超かっこいい。なんでデザートで出そうと思ってカレーライスを出す店が多いだろうと、はいはいはい、思いますよね、はいはいはい、なので、まあ、1軒ぐらいはちょっと面白い方がいいかなと。やっぱサッカーの小野選手に似てるだけあってちょっと変わったスルーパスかなんか出したいタイプなんですか。そうですね、ありがとうございます。稲沢市の産直市場にある魚屋さんにも華麗なるカレーが。失礼します。お邪魔します。よろしくお願いします。いやすごいお魚がいっぱいで。そうですね、下三河から朝運んできてます。あ、朝来たもんね。うわ、はい、これは確かに栃木じゃ見かけない光景ですね。そう、この魚のね並んでるのもすごいカレーですけども、うん、店長さんの眉毛見てるとエッジの効いたスープガツンと。これ2ミリだね。2ミリですか。俺4ミリなんですよ。4ミリ今伸びてるんで6、7になってますけど、はい、2ミリだと10日に1回切らんとダメなんだって。俺1週間に1回なんですよ。ボーストーク知らないですよ。分かんないです。どんなカレーが味わえるのか、実は名物メニューにそのヒントが。はい、お待たせしました、はい、大将のおすすめ丼です。すげえすげえすげえ、肉厚な刺身ですね。すげえすげえな。生マグロなんですか。全部生です。でうち冷凍の原料は使わないもんですから、全部まあ魚ですから生の魚、それをさばいてお出しするという形。うわー、はい、マグロから食いてえな。生マグロうまい。うまいでしょ。うん、マグロもなんか身のほどけ方がすごくいいです ね、生だから、うんうん、あ、シラスすごくない。これよく見たら、ほじってもで、これ。うわ、いただきます。うまっ。なにこれ、すごい量入ってる。このよ、これで1200円ってのは信じなくすごいね、うん、カレー忘れますね。うん、うまいもんこれ。いやいやいや、俺数字取れますよこれ。視聴率上がってますよこれ。いや、安くてうまい。そうそうそう。二人とも当てる気ないな。海鮮丼を生かしたカレーとは。はい、お待たせしました。はい、はい、じゃあ取り行こう。まかないカレーです。うわ、すげえ。なにこれ、海鮮大鳥。おー、シーフードだねえかよ。いやー、すげえ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 。ただのシーフードと侮るなかれ。魚をさばいた際に残るアラと大量の甘エビで取った出汁が命、魚屋のまかないカレー。華麗な食リポをよろしく。すげえ、うん、うまっ。なんかもったいないですね、ルーちょっとでも壁についてたら。壁についてたら、舐めるのに舐めたくなるような。本当に肉団子。あ、ごめんなさい、肉団子、エビ団子、すみません、エビ入れたてに間違えたかもしれない。何屋さんだ。エビ団子、エビ団子、美味しいでしょ。もう美味しい。ふわっとしてるし、エビ強い。うまい。シーフードのエキスが分かりますね、なんか。そうですね、香りというか。シーフードも海鮮が入ってるってだけじゃなくて、アラの骨からいっぱい旨味が取ってるカレーとですか。が、しかしこのお店で一番カレーなのは店主の福田さん。うちの弟はね、あの中日で本当プロでずっとやってたんです。え、いや本当っすよ。疑ってるじゃないですか。証拠あるんですか。証拠ありますよ。疑うな、証拠。職質じゃねえかよ。職質するんじゃないよお前。お、証拠証拠。お、ドアラだ。ドアラ、ドアラだし、ホームラン打った時とかにもらえるやつですか。そうそうそう、よくね、スタンドに放り投げてますね。え、そんなユニフォームが。ユニフォームはこれ本物ですよ、弟。すげえ、服だ。お、ちゃんと刺繍でこれ塗ってありますもんね。そうそうそう、ここバーって55番。なんと福田さんの弟は中日ドラゴンズで長年活躍、今季から打撃コーチを務める福田信正さん。美しいホームランアーチが印象的な選手でした。華麗なる福田ブラザーズ。ちょっと構えていただいてよろしいですか。いえ、はい、どうですか。そうですね、打てない感じが。1割7分2厘ですね。、はい、今回ちょっと情報量多すぎてわけわかんないから。確かにスタートからいろいろありすぎてな。いや、いろいろありすぎてね。